皆さんはじめまして、ペリフェリーフェブ、通称ナオイアンです。普段はいろんなゲームをしながら配信したりもしています。そして今日皆さんにお見せするのは、世界的に爆発的な人気を見せているゲーム、フォートナイトです。どこにでもいる一般プレイヤーの私が、この世界で天下を取るため日々戦いの毎日。しかしバトルロワイヤルの世界は甘くはなかった。一人で戦う厳しさを知り、己の無力さを知った俺は、世界中から仲間を募ることにした。幸いなことに、俺のもとには勇敢な3人の戦士が集まった。俺たちは互いに協力し、必死に戦った。そしてとうとう優勝を果たすことができたんだ。歓喜する仲間、えも言われる達成感。その夜、優勝パーティーは夜通し続いた。本題はここからだ。皆が宴に疲れ寝静まった後、俺は一人リプレイを見ることにしたんだ。仲間の勇姿を確認するのはキャプテンの務めだからな。だがそこで俺は信じられないものを目撃してしまったんだ。未だにそこで起こった出来事を信じられないでいる。今日はそれをみんなにお見せしようと思っている。まず軽くメンバーの紹介から入ろうと思う。ではどうぞ。彼の名前は QED、 別名早死にの Q ちゃん。別ゲーではちょっとは名の知れたヒーラーだ。フォートナイトの世界においてもその経験を生かし、包帯やシールドポーションを大量に持つことでヒーラーとしての役目を存分に果たしてくれている。今日も初期スキン、初期ダンスという最高に煽り性能の高い装備でフォートナイトの世界を存分に楽しんでいる。どこでも踊り出すのがたまに傷だ。彼の名前はレグリス、別名1キルのレグ。彼はチームのムードメーカー的存在だ。1キルすると決まって、見て見てナオイアン、1キルしたと報告してくる。最近の口癖は俺がキャリーだだ。一人前のキャリーになるため、彼は今日も嵐の中を走り続ける。彼の名前は歌、癒し系ポケモン。特性宝壊しを持っている。宝探しではなく宝壊しだ。3試合に一度は宝箱を壊しちゃったと報告してくる。フォートナイトの世界において最も必要のない特性だ。ただ宝を壊すシーンを動画にしようと思い、リプレイを20コード確認したのだが、全く宝を壊すシーンが見つからなかった。彼は宝壊した詐欺をしているかもしれない。要注意だ。前置きはこれぐらいにして、問題の試合の実況を始めようと思います。まず状況ですが、現在残り人数が7人。こちらは全員生存なので、敵が3人はいることになります。アンチは奥の丘の上あたりですね。時間も迫っているので、そろそろアンチに向かわないといけないですね。ちなみにこれは私視点です。どうにか1人ぐらい抜いてからアンチの方に向かいたいなと思っていたところですね。と言ってるうちに
1人抜くことができました。この流れに乗って敵を殲滅したいと思います。先陣を切るのはいつもリーダーの役目。仲間が後ろから援護してくれることを信じ、ひたすら前を向いて走り続けます。とうとう敵陣へとたどり着きました。ここからが勝負です。さあ敵陣へと乗り込んでいきます。あーちょっと建築一段もう少し上行った方が良かったかな。あれやばいやばいやばい、それはきついやろ。いやショットガンショットガン、集中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 、おい一人倒して、おい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 、反省点は多いですが、なんとか一人倒すことができました。この後仲間が最後の一人を倒しきり、念願の優勝を勝ち取ることができました。しかし皆さん、お気づきになられましたでしょうか。こちらのチームは4人生きているにもかかわらず、周りに仲間が全然見当たらなかったことに。これからお見せするのは怪奇現象にも等しい世にも奇妙な出来事です。心してご覧ください。気を取り直してレグ視点から見ていきましょう。日頃から俺がキャリーだと言いながら真っ先に死んでいくレグ。しかし今日は違う。昔は後ろからアサルトを撃つだけのただの芋野郎だったが、今では俺の後ろにしっかりついてきてくれる頼もしい相棒に成長した。お願い死なないでレグリス。あんたが今ここで倒れたら俺との約束はどうなっちゃうの。ライフはまだ残ってる。ここを耐えれば優勝で。は？いや大丈夫、まだ大丈夫だね、大丈夫だよねレグ。そこから持ち直すことがお前ならできるはずなんだけど。おい何やってんだ。いや家作ってる場合じゃない、家作ってる場合じゃない、走れ走れ。おいレグレス、レグレス、彼の最近の口癖は俺がキャリーだです。いや皆さん落ち着きましょう。気を取り直して宇多さん視点です。この試合宇多さんが最後の敵を倒して見事優勝を決めてくれました。レグリスはあんな調子でしたが、宇多さんなら信頼できます。ここにはもう壊すべき宝箱もないし、安心して見てられます。さあ舞台は整いました。お願い死なないで宇多さん。あんたが今ここで倒れたら俺との約束はどうなっちゃうの。ライフはまだ残ってる。ここを耐えれば優勝できて、これさっきのデジャブって、これさっきのデジャブって、これさっきのデジャブ。エンダー、いやエンダーじゃないって。もう階段見えた時にもうこんなん予想できたもん。この展開宇多さんリータっていうのはもう目の前でレグがぶっ飛んでんの見えてるのに、こんなんわざと乗りに行ってるやん。いやこれ先生ね怒ってます。俺がこのリプレイを見直さなかったらこの二人はね黙ってました。もう優勝したのがさも当たり前だったかのように振る舞ってましたからね。まあ、じゃあなぜこんなことが起こってしまったのかというのをまあ皆さんにお見せしたいと思います。犯人はこの人 QED です。まあ結果的に犯人になってしまったというのが正しいですね。
キューちゃんは最近建築に凝っていて、バウンサーなんかを駆使しながらもう空を自由自在に飛び、いやもう木に引っかかったぐらいじゃ何も驚きません。というかこの試合はツッコミどころが多すぎてもうついていけないですね。これ、あーここですね、ここでうまいことねえバウンサーで飛んでいってるんですけどね本人は。まあ結果的にこういうことが起こってしまったわけなんですね。これみなさんどうだったでしょうか。個人的にはまさか後ろでこんなことが起こっているなんて夢にも思わなかったのでとても面白かったです。皆さんも階段を登っていくときや家の壁などにはトラップやバウンサーが仕掛けられていることがあるので細心の注意を払って行動するようにしましょう。ではご視聴ありがとうございました。